ジェフラスキンはアメリカのコンピュータ技術者、アップルコンピューターのマッキントッシュの開発を立ち上げたことで有名である。1943年ニューヨークで生まれる。1964年にニューヨーク州立大学ストニーブルック校で数学の学位、翌年は哲学の学位を取得する。ペンシルベニア州立大学で 音楽プログラムの研究を行い1967年に修士号を取得する。その後、カリフォルニア大学サンディエゴ校に進み、1970年から1974年まで同校の助教授を務める同校にて資格芸術の教授となっていたとする資料もある。同資料では1970年代初め頃、 スタンフォード人工知能研究所の客員研究員を務めていたとしている。大学を辞めた後、コンピュータコンサルタント業を始めたラスキンは、1976年にアップル2のベーシック言語向けのマニュアル制作を手掛けるバニスターカーン社を設立する。ラスキンがスティーブ・ジョブズやスティーブ・ウォズニアックと初めて出会ったのは、西海岸コンピュータフェアで、 当時アップル2がデビューしたばかりの頃であった。1978年、ジョブズはラスキンと彼の会社を丸ごと買収し、アップルコンピューターに雇い入れた。ラスキンはアップルで社員番号31と出版部門の責任者、新製品の調査業務を与えられた。彼はアップル2が一般の人々には複雑すぎると考えていた。 ラスキンにとって拡張スロットの存在は悪であり、ディスプレイやキーボード、可能であれば、プリンターも一体化した、簡潔なポータブルマシンを理想としていた。アップル3の開発中にもかかわらず新しい、コンピュータ製品の開発許可を求めた。アップルの取締役であったマイク・マークラはラスキンに500ドル台のゲーム機の担当を打診したが、結局ラスキンの要求は、受け入れられた。 彼はサンディエゴ校での教え子であったビル・アトキンソンを雇い入れ、またアップル数のメンテナンス担当だったバレル・スミスなど数人で1979年にマッキントッシュプロジェクトを開始。アップレブまたはアップル32という商品名で1981年に500ドル程度での販売を考えていた。細々とした開発中パートタイムで スティーブ・ォズニアックもハード設計の手伝いをしていた。最初からマッキントッシュに批判的であったスティーブ・ジョブズがリザプロジェクトを追われると1981年にマッキントッシュプロジェクトに参画した。マッキントッシュではハード担当がジョブズ、ソフト担当がラスキンとなり取締役であったジョブズの働きで予算も開発メンバーも増えた。しかし、 リザを上回るものにしようとするジョブズがソフトに対しても介入を行い、二人の対立は深刻化していく。結局1982年3月、ラスキンはアップルを去った。同年、自身の手でインフォメーションアプライアンス社を設立した。インフォメーションアプライアンスでは、ラスキン自身が考えていたマッキントッシュの概念を拡張させたスイフトカードと呼ばれる。 アペライで動作する拡張カードと組み合わせる統合アプリケーションを開発、販売。さらに、同じ機能を持つラップトップコンピュータ、スイフトを開発した。スイフトのインターフェースは1987年に発売されたキャノンキャットにも採用された。しかし、キャノンキャットは、好調な販売にもかかわらず、発売後6ヶ月で販売が終了。大きな謎であるが、 この撤退について二つの噂が流れた。一つは、キャノン内部でワープロ部門とコンピュータ部門の派閥争いに激怒したキャノン幹部がキャノンキャットを取りやめたというもの。もう一つはラスキンを嫌ったジョブズが自身の設立したネクストへキャノンが出資できるようにする見返りにキャノンキャットの販売を止めるようにキャノンに圧力をかけたとものである。 どちらにしろ真相が明かされることはない。その後もコンピュータユーザーインターフェースにこだわり、2000年にヒューメインインターフェース、人に優しいシステムへの新たな指針を出版している。さらに、2000年にズーミングユーザーインターフェースを開発する、新しいインターフェースプロジェクトザを立ち上げ、2005年1月には同プロジェクトをアーチーと改名、ラスキンの息子、 エイザ・ラスキンと共に開発を行っていた。2004年12月に、水臓癌と診断される。翌年2月26日、カリフォルニアで死亡。61歳。アップルを退社する際には、マークラとジョブズから強い医療を受け、新しい研究部門の責任者を打診されたがこれを断っている。ジョブズもラスキンも自尊心の強い人間で二人が、 並び立つことはできなかったのだろうと言われている。また曖昧なアイコンを基盤とするグラフィカルユーザーインターフェースよりも優れたインターフェースがあると死ぬまで主張し続けた。マッキントッシュに関してはマッキントッシュのコンセプトは自分自身で考えたものであると主張しマッキントッシュの他の開発者の階層とは大きく異なる。また人を驚かせることが大好きである大学の教授職を辞めるとき 熱気球で大学の学長の自宅まで行き上空からソプライノリコーダーを吹いた。その音で外に出てきた学長に対して大声で辞職する胸を叫んだという幅広い趣味の持ち主でもあった。サンフランシスコ室内歌劇協会の運営を行い、そこで3種類の楽器を演奏した。また、ラスキンの美術作品はニューヨーク近代美術館など数多くのギャラリーに展示されたこともあった。 ラジコンの飛行機では、ラスキン自身で、ラジコン飛行機の開発を行う会社を設立し、模型飛行機の翼の構造の特許も取得している。また、射撃、アーチェリー、カーレイスなども趣味としていた。ありがとうございます。